どうもジャイアントカズキです。ジャイアントカズキチャンネルをご覧の皆様に大事なご報告がございます。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ジャイアントカズキ、ついに公式戦に復帰することができました。いやー、本当に長かった。本当に長かった。そうですね、まずはウィナーズの沖縄合宿の時の紅白戦のウォーミングアップの時に右膝の内側側副靭帯ですねをちょっと怪我しまして、でそこから2ヶ月とか2ヶ月半ぐらいだったかな、左足でゴールキックを蹴るみたいな状態が続いて、でまあそれ自体はまあそこまでなんだろうな、痛かったけど、まあめっちゃ大怪我ってわけでもなかったんで、まあ順調にまあ治療もリハビリも進んで、まあある程度試合こなしていく中で、まあ右足も徐々に蹴れるようになってきたんですよ。なんですけど、またちょっとウィナーズのね、広島ユースとの試合の時に今度はちょっとアクシデントでね、相手の選手と接触しちゃって左足の内側側副靭帯を、怪我しちゃうという感じで、うわー膝の怪我続いてやだなーみたいな。まあ1回目はね、自分がちょっとうまくウォーミングアップできなかったところもあったんで、まあ疲労も溜まってる中で、まあ、ちょっと難しいテクニックのちょっとトレーニングしちゃったんで怪我しちゃったんですけど、まあ左膝に関してはね、もう試合中の本当に接触のプレーで、まあ正直避けようがないやつだったから、まあ続いちゃったけど、まあ自分の中ではね、ある程度整理はつけて治療とリハビリに専念しようという感じでやってたんですけど、でその後、まあある程度リハビリと治療がまあうまくいきつつあって、まあその中でまあちょっと気持ち的にね、焦ってたところもちょっとあって、まあほとんどね、後期のリーグ戦も出れなかったんで、なんとか公式戦少し最後出たいなっていうところもあって、KSL カップっていうところに出場したんですよね。で、そこで出場して、で、試合中に、パントキック蹴って、右膝の今度は、ちょっと外側の半月板とか、そのあたりちょっとまた怪我しちゃうっていう感じで、さすがにね、3回目は本当に来ましたね。だいぶ心にグッとくるところがあって、そうだいぶしんどかったっすね。この右膝の怪我がすごい厄介で、一応その後年末のジャパンオールスターも出ましたし、年明けのリーズリーグの初戦か、まあ、正直ね、本当に治療もリハビリもめっちゃやってたし、で痛み止めも飲んで本当ギリギリの状態で、まあ、出てはいて、でそうで、リーズリーグの初戦出た翌日がもう本当に反動がちょっとやばすぎて、でそっからもうほとんど、プレーできない状態になっちゃって、でそっから3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、もうボールも蹴れないし、ジャンプも当然できない、ダッシュもできない、でサイドステップとかもできなくて、本当にその膝の患部だけの治療だと、まあ、なかなか治らないなというところで、体全体をねちょっと今見直しながら治療とリハビリを続けてやってきて、でようやくですよ、ちょっとまあプレーとか練習やってもなんだろう、悪くなりすぎないとこまで来たんで、でその中でちょっとこうパフォーマンスアップするトレーニングとかもある程度できるようになってきて、でついに公式戦に出場することができたと。正直ね、本当にね、一人で抱えてたらもう絶対心折れてたと思う。まあ、昔もね結構大怪我したことあるんだけど、まあその時若かったからある程度治療したら、まあ、それなりに治るかなとも思ってたし、でもやっぱ年取ってからの怪我っていうのは本当にこう治りが遅いし、まあそのそもそもその怪我が起きた要因っていうのが、まあ、その場所が悪かっただけじゃなかったりするん でしかもこの治る前に新しい怪我が増えるっていうのがね、もうやっぱりそうね、年齢的なところもあるのかなっていうのは正直思うところはあります。でも本当にこの辛い中でもね、ジャイラー住人の方が本当にコメントとか、リルズリーグとかに会場でね、足を運んでもらって、ジャイさん、怪我どうですかとか、頑張ってくださいね、応援しますよとか、やっぱそういうコメントいただけたりとか、あとは、ね、タケルの試合会場に支援物資持ってきていただけたりとか、本当にこう、多くの方に、支えていただいて、ここまでね、来れたんじゃないかなというふうに思ってます。もう本当それに関してはね、もう心の底から、圧倒的大感謝してますんで、本当に、ありがとうございます。で、そしてね、まあ復帰したんですけども、まあ皆さんご存知の通り、ウィナーズ、ケイスケ・アキノリっていうね、素晴らしい
ゴールキーパーがいて、まあ、もちろんマッスーもねたまにスクランブルで出場してますけど、もうレギュラー争いが本当に激しいんですよ。でウイナスだけじゃなくて横浜武のレギュラー争いも本当に激しいんですよ。ゴールキーパー5人体制という、なかなかね社会人チームで5人いるチームっていないと思うんですよね。まあ、本当こうウイナーズと横浜武とそこのところのこう競争がちゃんとね始まるというか、まあ、そこのでもレギュラー争いに加われるっていうことがもう本当にすごくね嬉しくて、もうずっとね試合を眺めるだけだったから、そのプレーをしてその競争にね、入っていけるっていうのはもう本当プレイヤーとしてすごい幸せなことなので、これからね本当にこうトレーニングも頑張って自分のプレーと結果でねそこに示していくしかないのかなというふうに思うので、これからもねその姿を、皆さんにお届けする予定なので応援していただけたらすごく嬉しいです。話がね長くなっちゃいましたが、明日6月14日水曜日の20時に完全密着の最新作が公開されます。そこでジャイアントカズキが公式戦に復帰した姿を皆さんにご覧いただけるようになるので、ぜひジャイアントのね復活した姿を楽しんでもらえたらなというふうに思います。そして、ジャイアント勝手に個人的な目標としてとりあえずですね今12万4千人ぐらいで登録者がねずっと横ばいという感じなんで、まずは13万人目指して頑張っていこうと思うので、チャンネル登録ねされてない方はぜひこの機会にチャンネル登録してもらえたらなというふうに思います。これからもどうぞよろしくお願いします。ジャイアント is back 2回勝つぞ全国大会